ボートレース常滑の5日間シリーズ第26回日本財団会長杯争奪戦競争、4日目の攻防戦はラストカード準優勝戦第12レースの開始を迎えました。12レースのメンバーは1号艇馬場芳也、2号艇三浦啓太、3号艇深井俊久、4号艇中口博隆、5号艇小林康、6号艇表健一の6選手です。得点率トップの状況でこの12レース1号艇での準優勝戦を迎えました馬場芳也。もちろん勝てば明日の優勝戦も1号艇となります。圧倒的に人気を集めています。2号艇の三浦啓太が2コース、三浦啓太は前半レース5コースから見事なまくり、シリーズ3勝目挙げてここは人気対抗格。3号艇の深井俊久が3コース、そして地元4号艇の中口博隆4コース角受けに構えていきます。ダッシュ2艇で5コースの角には5号艇の小林康、大外6コースは6号艇の表健一です。体型はすんなり枠なりの4対2、向かい風は4メートル前後。準優勝戦第12レース内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。インから1号艇の馬場、そしてダッシュ勢わずかにスリット先行ではありましたが内側も伸び返して1号艇の馬場が回っていく。2号艇の三浦外を攻めて内を刺してくるのは4号艇の中口でありますがインから完封です。1号艇の馬場芳也先頭、スリット裏では3艇身優勢にマークに向かいます。なお前艇スタートは正常でした。2番手は2号艇の三浦優勢、その後ろには4号艇中口、あとは6番3番5番の追走1周にマーク。1号艇馬場が回って後ろは4号艇の中口も内から高旋回外を回って2号艇の三浦でありますが、2番手争いは外に三浦、内には4号艇の中口、船を並べて、あとは3艇審査で3号艇の深井が4番手、それから6号艇表、5号艇小林の追走です。1号艇馬場芳也回っていく。4号艇の中口2番手で回って差しを狙った2号艇三浦はややもたつきました。2番手は4号艇の中口、1番4番2番、2番手3番手の定冠は2艇審判、3番手から2号艇三浦が4号艇中口を追います。2周にマーク。1号艇馬場は先頭、4号艇中口2番手、2号艇の三浦3番手、2番手3番手の定冠また少し広がりました。1番、4番、2番、最終周回です。4番手以降は6号艇表、3号艇深井、5号艇小林が最後方で3周1マークです。見事にインから押し切って人気に応えます1号艇の馬場芳也が先頭。4号艇中口博隆が2番手、そして3番手は2号艇の三浦啓太。1番、4番、2番、最終ターンマークです。1号艇馬場芳也先頭でホームに戻って、これで明日の優勝戦も1号艇となっていきそうです。4号艇中口、2号艇の三浦、1、4、2、準優勝戦第12レース、1着1番の馬場五輪、2着4番中口五輪、3着は2番の三浦で五輪、後ろは6番表3番深井、ラスト5番の小林ゴールインです。